咁啊就我哋玩具 TV 啦，咁啊嚟請阿林，首先好多謝阿 Derek 神幫我哋翻譯啦，多謝 Andy 神啦，啊都要講多謝 Tony 神啦，咁多謝老師啦。咁首先即係代表香港嘅 fans 咧，即係祝阿老師即係身體健康，因為見到佢都好精力充沛跑咗個地方嚇。所以咧，我知道老師都好攰啊，所以咧我都即係周邊勞動，我想問兩個問題嘅啫。一個問題咧係關於翻。老師其實有很多很經典的著作，例如是有這個《銀河鐵路999》啦，《宇宙戰艦大和號》啦，有《夏洛古》啦，他會不會考慮在未來有些新作品是將這幾個這麼經典的場面或故事呢融合埋作為新作品？実は39、エメラルダス、キャプテン・ハーロック、それと千年女王、実はこれは一つの物語なんですよ。ですからいずれこれを全部合体させてつないで物語に入ろうと思ってるんですが、もう入りかけてるんですが、なんかこれを書き終わると死にそうな気がするんで、まだ終わりにしたくないということで別のタイトルで書いてるわけですね。実はこれ人間関係も死死孫孫先祖子孫の関わり合いで全部つながりがあるんですよ。はい、で私が長い間描いてる漫画の中の主人公たちも実はそれの子供だったりなんかが、うんうんうん、鉄郎だったりいろいろするわけで、そういう物語で今いよいよそれではそろそろ来年の1月25日で私80歳になりますので、はい、そろそろ始めるのかということで、うんうん、今年の11月ぐらいから、はい、もう依頼もきちんと受けてもらってましてね、はい、11月末までに64ページ渡さなきゃいけない、はい、でそれでこの物語を合体させた物語、うん、誰かがとの関わり合いがあってどういう最後の終わりが来るか、そこまで書かなきゃ書くつもりでいよいよ始める予定です。佢話其實咧，老師入邊嘅作品咧，銀河鐵道啊，夏洛古啊，各個作品咧，甚至Queen Emeritus 即係依個翠玉女王啦、啊。咁其實每一個故事嘅人物其實都有關聯嘅。咁啊，即係老師頭先都有講啦，即係其實佢覺得，因為人生基本上就一個大圓形嚟嘅，就係基本上係一個遺傳嚟嘅。其實每一件事都有關嘅。咁佢其實有諗過就係、寫完佢，即係寫曬佢將佢連起嘅。但係點解一路都冇做呢？佢硬係覺得就如果咁樣一串串連咗，成件事完咗，好似即係已經個生命都好似完咗咁，所以一路都唔想寫嘅，即係唔想寫個結局出嚟嘅，唔想寫到咁樣。咁但係亦都佢出年啦，1月25日咁啊，生日已經80歲啦。咁而啱啱咧就今年嘅佢亦都已經受咗委託咧，就喺呢個11月25日為止，佢一定要交稿啦，64頁。咁就係一個新嘅銀河鐵道，一個新嘅故事啦，一個新章啦。咁其實就係話佢已經開始就係諗住係完結啦，即係將佢哋真係串埋成一個完整嘅故事啦。嚇、嗯啊，就啱啱你頭先問嘅問題就係而家就係開始諗住咁樣做啦。咁就嗱，第二個問題咧就係因為我哋係換嘅 TV 啦，咁啊即係我哋好多朋友都有收藏啊老師嘅漫畫之餘咧，亦都有收藏翻佢啲相關收藏品嘅玩具。咁其實喺佢嘅 fans 遠至歐洲、意大利、法國，甚至內地都好多 fans。其實老師其實自己最渴望其實有邊一種產品可以係佢自己嘅產品推出呢個市面嘅，因為其實可能好多公司都聽緊睇緊，咁其實可以老師可以同大家講。咁、我哋咪變咗所謂極秘密，應該講俾你聽。哦，老師嘅期望，一個老師期望。嗱，それは動くおもちゃで、動くおもちゃで、メーテル、鉄郎、エメラルダス、ハーロック、それがこうこの上をこう歩き回ったりですね。それからこういうものにぶつかりそうになると、このちゃんと避けて、はい、から二人出会うと手をつなぐような。そういうこれからいろいろなそういう構造物の電子メディアがこう発達してますから、いろいろできるはずですよね。そうですね。そういうおもちゃへ向かって頑張ってほしいと。
もう近いぐらいに、まあ、AI とかもうロボット工学も進んでて、だから超小型の、はい、アンドロイドですね、できると思うんです。そうですね、佢話先生話佢最想要嘅咧就係話譬如佢所創作嘅人物啦，宇宙海賊啊、美達路啊、鐵狼啊啲，一個啲 figure 係可以唔係就咁一個 figure 嘅，而係真係識行嘅，識行識走，仲要見到嘢識避嘅。係係。佢話即係當然而家未有可能啦，但係即係以而家呢個世界嘅發展咧，應該唔會好耐都可以做得到嘅。佢最想見到嘅會係呢樣嘢。佢最中意，其實佢最中意咩比例？因為其實市場上有 size， 係啊，咩 size， 其實好多 size。哇！よくあの六分の一とか十二分の一とかでいろんな size ありますよ。先生個人としては一番欲しがってる。やはりあまり巨大だと置き場がないのと始末に困るので、はい、そうですね。10分の1、うん、10分の 1, 1 以下のもので、うん、じゃあちっちゃい方がいいってこと、まあ、このぐらいのものだよね、はいはい、日本におけるスタンダードサイズ、ね、6分の1ですね。あまりにも大きくしちゃうともちゃんですね。6分の1サイズ、6分の1、まあ、6分の1ぐらいでしょうね、うん、12インチですね、6分の1だと。そうですね、はい、6分の1あるいは5分の1、はい、そこら辺ぐらいのサイズでこうやってもらえる、はい、他は、老師は覺得他は其實呢就他覺得你做得太大件，相反嚟講即係冇地方擺。咁佢話以佢自己個人最中意嘅咧，都係大約係六分一啊、五分一啊呢種樣嘅 size 咯。等身大のキャラクターもいくつか出してますからね、過去に。そうですね。佢話其實等身大嘅嗰啲人物嗰啲公仔，其實以前都有人出過噶啦，已經喺日本已經。でも先生個人としてはやはりこのぐらい十二インチ。即係佢老師自己中意，嗱佢睇比例俾你睇睇嘅感受。あんまり小さいと面白くないし。そうですね。どこ行ったかわからない。話太細又調翻轉，即係唔好玩啦，亦都有時都唔知整咗去邊啫喎。哦，咁啊真係好開心，因為其實香港好多朋友咧都好中意呢個比例，係十至十二寸嘅比例咧。啊，咁啊，即係好多香港嘅 fans 如果都係啱啱好啊，我覺得係啊，即係一比六、一比五、一比七嗰啲。如果有公司找佢，一定會唔會考慮？考慮。で、もし例えばこういうサイズのフィギュアとか作りたいっていうメーカーさんがあったら申請したら先生は許諾する？何しますよ、じゃあ。就話當然啦，作ってほしいんですよ。佢都好想有人整俾我睇啊嘛。絵は平面で描いてますけど、頭の中にあるのはそのキャラクターにしろ構造物にしろ360度の立体を考えてるわけです。それを作りたいわけです。佢話：因為你畫畫出嚟係平面噶嘛，但係佢構思嗰陣時候，其實每一樣嘢都係360度咁樣。咁佢都想有人真係做360度咁樣呈現出嚟俾佢睇到咯，做出嚟。哦，咁啊就Toys TV 嘅朋友注意一下，或者你睇緊嗰啲老闆注意一下，其實咧，即係連老師都好想出一啲咁嘅比例嘅公仔啊，或者 figure 啦，咁你即管可以嚇考慮下。好啦，呢度呢啲重要人物喺曬度，咁可以即係揾下你啦。幸いなことに私子供の頃からアパレルが好きで、関門海峡で泳いだりですね、山へ登り木に登り何回木から墜落したかわからないんですよ、そのおかげで元気なんです、はい、だから幸い79歳なんですがまだどこも何事もないんです、はい、ただし柔道をやったりして歯を折ったことはありますけどね、から肋骨も6本折っております、はい野球と一つは父島というところにいて岩の上で滑りこけて3本取って、これが治ったら今度は西武球場というところで野球をしてて、人工芝にスパイクを引っ掛けて転んで3本取って1年で6本取ったことです。それぐらいであとはどこも悪くないんですよね。やはり老師就其實托賴話，因為你以前後生嗰陣時夠頑皮啊，周圍走，周圍爬，又喺樹啲落嚟，有聲咁啊，反而個身體變咗而家咁壯健咯。佢話佢後生嗰陣試過咧，打柔道整得隻牙咧，一年之間咧就斷咗6條肋骨啦。因為
撞親啊、跌親啊、打網球、打完打呢個棒球啊咁樣，所以反而就練就到而家可以咁精神嘅體魄，可以俾大家咁樣嚇、又訪問又成都，仲可以頂得住。係，真係好。所以一番大事なこと言うの忘れてた。啊，最重要嘅嘢唔記得咗講。係。漫画家がですね、意外に若く死ぬ人が多かったんですよ。それはなぜかというと運動量ゼロ。はい、だから運動をしっかりやりながら書くというのが健康を維持していくとても大事なことなんです、はい、ですから子どもから暴れてほしい、はい、存分に暴れながら、はい、怪我の単骨や骨一本折るぐらいはどうでもいいんですよね。私アキレス腱を駅でぶった切ったこともありますね、はい、でも暴れ回ると要するになぜか健康が維持できるんですよ、うん、はい、だから運動量ゼロの漫画家がね本当に上手な天才がバタッと60歳ぐらいで亡くなってしまうんですよ。それが何人もいるんでね、びっくりしました、はい、ですからどうか運動量を十分運動し体を動かしながらしっかり食べて、嗯、所以元氣離開佢話唔記得同大家講呢個俾，尤其是俾漫畫家個忠告。佢話佢話佢識好多認識好多好出名好優秀嘅漫畫家咧，結果都係好早死嘅。咁佢都覺得好奇怪。咁佢拉尾佢就話其實拉尾發覺個主要個原因就因為個運動量不足，因為呢個漫畫家多數都係淨係每日淨係坐喺度不斷係淨係畫淨係寫，咁變咗基本上冇得運動。而佢自己咧，即係老師自己咧，就由細到大都好頑皮嘅，周圍跑周圍跳。咁啊，成日都受傷，但係相反嚟講，變咗個身體就 keep 得好壯健咯。咁就係話變咗佢係忠告啲、忠告啲漫畫家們，其實就唔好淨係掛住寫咯，反而有時就係頑皮啲唔緊要，即係百厭啲唔緊要，即係受下傷反而對個身體好咯，就唔好淨係掛住畫畫咯，就係、是、咁樣。即係好多謝老師，即係咁樣嘅忠告，多謝曬。期待啦。作家が現れますよ、作者が、はい、私は今の中国の若者の中に必ずいると思って、相信即不久嘅將來即我哋中國一定會有優秀嘅漫畫家出現咯，會係好快嘅事。好，多謝曬，大家都好。